立教新座中学校、高等学校は、埼玉県新座市北の一丁目に所在し、学校法人立教学院が設置、運営している、私立男子中学校、高等学校。中学校、高等学校ともに、内部進学者と入試を経て入学するものとは区別せず、混合クラスとなる併設混合型中高一貫校。教派は、キリスト教生公会である。 学校法人立教学院が設置する新生高等学校は九百四十八年立教高等学校として池袋キャンパスに設置されたがより良い環境を求め九百六十年埼玉県新座市に移転する高知の取得にあたっては新座町長並木省兵による資材を投じた地主との調整や東武鉄道による土地の買収資金の全額寄付といった 関係者による大きな支えがあったという。1990年には、立教大学ニーざキャンパスが開校した。約40年間にわたり、中学と高校は、所在地がそれぞれ、東京都と埼玉県に分かれていたが、2000年に、池袋とニーざのそれぞれで、中高一貫教育を開始し、ニーキャンパスでは、立教ニー中学校が、新設、立教高等学校は、 立教新座高等学校と解消される。所定の推薦要件を満たせば、内部推薦により立教大学へ進学することが可能である。制服あるが、高校生は私服通学が認められている。今でも立教高校と呼ばれることがある。最寄り駅立教大学スクールバスが四季駅、新座駅、新座キャンパス間で運行されている。朝の通学時間帯は、 四季からのスクールバスは運行されていない。2018年度より長時間帯に大幅な増発が行われ、それに伴い新車が追加導入された。2018年度導入車では座席モケットが立教学院オリジナル仕様となっている。2013年頃までの校舎前景。中央の赤い建物が9本館。本館奥の白い建物が2号館、3号館。 右端の白い建物が図書館棟。立教学院ニーザキャンパス内に所在し、キャンパスでは、立教大学観光学部、コミュニティ福祉学部、現代心理学部が隣接している。中学、高校だけで、敷地総面積は93,608平方メートル。1960年の高等学校移転から、大学キャンパスの開校を通じ、キャンパス内には、 様々な施設がある。2000年の中高一貫化以来、キャンパス整備が進められている。2009年の立教学院創立135周年、記念、立教未来計画の教学環境設備支援プロジェクトでは、本館の全面建て替え及び、第1、第2体育館の建て替え計画が盛り込まれていた。2014年度から全学年6クラス編成となった。2020年現在、 1>, 1クラス35人程度。2011年度から全学年8クラス編成。中学校から入学した内部進学生と高等学校から入学した外部進学生とは高等学校第1学年から混合してクラスを編成する。第2学年から他大学進学クラスが原則1クラス設置される。立教大学への非推薦権を放棄し。 た大学の受験を希望するる生徒が入るただし、第3学年秋の時点で、立教大学への推薦要件を満たしていれば、非推薦権放棄を撤回できる。中学家庭中学では、英語、英会話、数学、国語において、修塾度別授業を展開している。高校家庭高校では、第1学年から、国語総合、英語で、 修熟度別授業を展開している。埼玉県で唯一3年間で地学を除く理系の科目をすべて履修することができる。立教学院の一貫連携教育の一環として立教大学特別聴講生制度がある。週1回学年礼拝ホームルームの時間がある。学年礼拝は中学1年が水曜の1元中学2年が 水曜8時5分8時25分、中3が木曜8時5分8時25分。教科道徳に代わる宗教として、中学2年から週1時間設定されている。定期試験は毎学期末試験の年3回。同校では、学校行事、課外活動を包括して、中学校は生徒会、高等学校は学友会と呼ぶ。正式名称はストリート。 ポールズフェスティバル、セントポールズフェスティバル。毎年10月下旬に行われる。SPF 実行委員会による実施運営の下、デッキパフォーマンスや展示発表、喫茶店等が出展される。中学生は全員参加。2015年度より1日目の午前に中学音楽祭が行われることになった。1から2年生はクラス展示、3年生は 校外研修旅行のコース別展示となっている。またクラブ活動の参加も盛んで、クワイヤーや吹奏楽部コンサートなども行われる。高校生は、有志参加。文化部などが中高合同で展示する場合も、高校生展示となる。また喫茶店団体は、高校生のみに認められる。このほか本部企画がある。中学校と高校でそれぞれ行われるほか、二千六年から、 中高合同の本部企画も企画されるようになった。2020年度からは、新型コロナウイルスの影響で、名称を SPOF、セントポールズオンラインフェスティバル都市、オンラインでの発表会が開催されている。毎年2月中旬に実施される。中学1から2年生は5キロメートル中学3年、高校1から2年生は1 0トル走る。2009年より、現地集合。 解散による荒川河川時期での実施。行事の変遷は、柔道駅伝大会、マラソン大会、校内及び、学校周辺での実施学校集合後貸切バスで、国営武蔵川丘両森林公園へ移動しての実施。コースは1周5トルであることが多く、1 0トル走る学年は2周する。そのためートルの学年より、開始時間が早めに設定される。 中高、大学合同の行事。中高及び大学クリスマス実行委員会の共同により各種イベントが実施運営される。中学生徒会、高校学友会ではイルミネーション点灯式を例年主催している。特別に表記がない限り、中学校、高等学校双方設置。ただし、中な高かなか合同で活動している団体は少なく、関係が希薄な団体もある。 現在設置されているクラブは、書き表通り。なお、中学校、高等学校双方設置の場合でも、なかなか合同で活動しているとは限らない。なお、中学校のチャペルギルドは、高等学校のアコライトギルド、または、クワイヤーと合同で活動している。いくつかのプログラムがある。いずれも、任意参加であり、参加費は、自己負担である。高一対象。 専攻試験により1名選抜し、私立小中高一貫校、ブライトングラマースクールに1年間派遣する。学内の留学取決めに基づき、派遣校での成績を同校の成績に置き換えることができる。前日のアクアイナスカレッジ及びブライトングラマースクールより、毎年留学生を受け入れている。ありがとうございます。